はい、今日はこちらの紹介をしたいと思います。はい、100均の大手3店舗を回ってきました。セリア、ダイソー、ワッツ。はい、どの端がセリアで、どの端がダイソーで、どの端がワッツでしょうか。はい、実はそのお店で一番気に入ったものを選んでこようと思ったんですけど、先に行った店と同じものがあったりとちょっと迷ってしまいました。はい、そこで私なりにルールを決めて1店舗で1膳の箸を買ってきました。まずこちら、はい、こちらはセリアで買ってきました。見えますか、箸のところに魚の漢字が書いてあります。はい、タイ、タコ、イワシ、アジ、ブリ、ヒラメ、ご飯を食べながら魚の漢字を覚えようと思ってます。はい、でこちらは 19.5 センチの箸です。はい、このような感じで持ちます。続いてじゃん、こちら、こちらはダイソーで見つけてきました。動物柄の箸がいくつかあったんですけど、犬が大好きなのでこちらのフレンチブルドッグの箸を買ってきました。はい、若さ塗りと書いてあります。はい、こちらは食洗機対応と書いてあります。箸の長さは23センチです。セリアの箸よりもちょっと長めです。はい、一緒に持ってみますとこんな感じです。はい、そして箸の先っぽが四角くカットしてあるので物がつまみやすくなってます。はい、そして最後じゃん、こちらはワッツで買ってきました。はい、実はワッツの100均は初めて行きました。はい、こちらはちょっと優しいお花柄の端にしました。はい、長さは 22.5 センチです。はい、こちらも端の先が四角くなっていてつまみやすくなっています。はい、はい、それぞれ少しずつ長さが違います。はい、その日の気分によって箸を使い分けたいと思います。はい、今日は大手3社から私が独断と偏見で選んできた箸3膳の紹介でした。セリア、ダイソー、セリア、セリア、ダイソー、ワッツ。はい、他にも100均の便利グッズなどを紹介した動画をたくさんアップしています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。まずはどれ使おうかな。